今回は大人気 YouTuber 桐崎英二と社長面接に挑戦。初めて面接を受ける桐崎英二の受け答えとは、果たして社長に採用されるのは一体どちらなのか。ぜひ最後までご覧ください。どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。こんばんは。 YouTube ユーザーの皆さん、桐崎英二です。こんにちは。謝罪動画ではありません。確かに謝罪動画みたいな。なんで出てくれたんですか。これはしゅんさんとマブダチだからじゃないですか。ありがとうございます。ハロウィンでね、初めて会ってね、そこからね、一回編集お願いしたんですよね、しゅんさんの会社の方に。はい、そこからちょっと仲良くなってっていう形ですね。本当の就職面接を桐崎君に体験してもらおうと思って面接会場をセッティングしました。社会不適合者の僕が受けていいんですか。そうなんですよ。一般的に僕も桐崎君は社会不適合者だと思ってたんですけど、でも実際はどうなのかっていうのを知りたくて、今日はちょっと実際の面接で本当に社会不適合者かどうかっていうのを見たいなっていうふうに思っています。まあ、普段はもうすごい真面目で、 YouTuber じゃなかったら僕銀行員になりたかったんですよ。あの半沢直樹みたいな。真逆じゃないですか。真面目な素質はあるっていうことですよね。普段は真面目でした。動画ガイドは真面目なんですよ。その真面目な部分を出して採用されたらそのまま働いていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということで面接会場に着きました。はい、緊張しますね。いや、もうすごく緊張してます今。金沢に世界で2番目に美味しいメロンパンアイスっていうお店があるんですけど、知ってますか。あ、知ってます。もう高校の時何度も食べたことあります。この店の社長さんに今日は面接をしていただきます。緊張しますね。木崎は面接初体験ということ で、 で答えられるか僕ら不安ですが、ちょっとやっていこうと思います。頑張ります。失礼します。失礼します。はい、こんにちは。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 それでは面接を始めさせていただきます。ということで、まずね、自己紹介からお願いします。金沢大学4年の福田俊と言います。僕は今大学で経済学と経営学を学んでいて、将来は大きい会社を作りたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。高畑亮です。今現在経済経営学科にいて、就職活動に勤しんでいます。将来は立派な中間管理職になりたいです。自分の強みとか教えていただいてるんですか。自分の強みは行動力です。一つ挙げるとしたら、人よりも踏み出す一歩であったりとか、やりたいけどなかなかやれないようなことを実際に実行するところまで行う力、行動力が人よりもあると思っています。実際に大学時代は40社ぐらいの企業の代表の方にインタビューしたりとか、魅力あるけど知られてない企業さんに実際に足を運んで取材をしてきました。じゃあ次、高畑さん、お願い。僕は陽気でいつも明るいところです。伝わってきます。この会社に入るからにはやっぱ人と人とのつながりが大事だと思うので、ロボットみたいな仕事をしていてはいけないと思います。だから常に感情を込めて陽気な性格でいることが僕の強みです。はい、ありがとうございます。陽気なエピソードとかありますか。やっぱ表舞台に立つことが好きで、大学では軽音サークルに入っていてロックバンドを結成しました。それはすごいですね。担当は、担当は最初はカスタネットだったんですけど、ベースになりました。カスタネット担当だったんですか。あ、もう最初は下手くそだったんですけど、徐々に成長していって、はい、昇格いたしました。はい、ありがとうございます。大学時代こんなこと頑張ったよっていうようなことを、じゃあ福田君からお願いします。はい、私自身大学時代頑張ったことは YouTube 活動です。自分自身大学2年の時から YouTube 活動を始めて、就活生に特化した YouTube チャンネルっていうのを運営しています。主に自分自身が就職活動をする中で抱えた地方と都会の情報格差であったりとか、機会格差っていうところを自分自身が企業を取材することによってその格差を埋めようっていうコンセプトで行ってるんですが、そこの大丈夫です。出ていただいても大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫です。本当に申し訳ないです。もしもし。本当に申し訳ございませんでした。将来やりたいこととかをお聞かせいただいていいですか。私は広い意味での表現者になりたいなっていうふうに思ってます。社会にインパクトを与え続けられる表現者になりたいなっていうふうに思ってます。表現の方法っていうのは今のところ YouTube ですけど、これからじゃあ幅は広がっていくかもという、はい、そうですね。 YouTube を通じて自分自身の活動を表現するっていうことと、自分自身が事業を作ったりとかサービスを作ったりして、直接的に自分が出なくても自分が作ったものでいろんな多くの人にいい影響を与えるっていう点の表現も行いたいなっていうふうに思ってます。じゃあ、高畑さん、やっぱ高校時代この御社のメロンパンアイスを友達と食べてすごく美味しくて青春のスパイスになったので、やっぱ自分にとってすごく思い出深いものとなっていたので、今度は僕がこの御社の力になって恩返しをしたいです。もしですね、うちの会社に就職してもらったと知った時にですね、どんな風なことで貢献いただけそうかっていうところを、じゃあ次高畑さんからお願いしていいですか。
はい、まあ、自分は何に対してもほとんどイエスマンなので自分の意見も言うこともありますが、この会社のためなら僕はどんなことでもできるので将来御社に多大なる影響を与えたいです。例えば店舗の業務もあればマネージメントっていうの業務もあるんですけど、どんなことをやってみたいなっていうことはありますか？僕は営業の仕事がしたいです。メロンパンアイスを営業していただけるとしたらどんな風な営業ができそうですか？僕は SNS の Twitter のフォロワーが70万人います。そのフォロワーを用いてこのメロンパンアイスの美味しさを世界中の人に知っていただくために PR することが可能です。70万人と結構すごいですよね。はい、どんな風にその増やしていただく Twitter フォロワーっていうのは？僕は中学3年生から今までずっと YouTube 活動をしてきました。 YouTube からフォロワーが増えていったっていう風な。現在登録者が290万人いて、そこから派生した固定ファンの方々がフォローしてくださった感じです。じゃあ、福田くんの方ですね、どんなことで貢献していただけそうですか？今企業の YouTube チャンネルの運用っていうのをしているので、そういった御社の、Instagram であったりとか YouTube チャンネルを開設して、魅力をメロンパンアイスであったりとか働いてる方々の魅力を最大限引き出して、より多くの方に見てもらえるように SNS を運用することができます。そういった面で御社の困っている集客の面であったりとか、オンラインでの人集めみたいなところにお力添えできるかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。今までのこの人生振り返ってですね、幸せだったなとか、もしかしたら不幸だったかなっていうと、どっちになりますかね？今のところとても幸せだったなっていうふうに思ってます。自分自身の幸福の物差しは主体的な行動によると思っていまして、そういった形で、学生時代を通じて常に主体的に自分から行動していたので、とても幸せな人生だったと思ってます。僕は今まで生きてきて幸せと感じたことがありません。幸せと思った瞬間が人生のゴールだと思うので、この御社で功績を成し遂げた時が幸せを感じる時だと思います。はい、ありがとうございました。苦労したことの中でも、大学時代に苦労したこととかありますか？やはり勉強と YouTube の両立がちゃんとできていなかったことですね。僕は一人で YouTube をやっているわけではあるんですが、家族も巻き込んでいるので家族同士の紛争や喧嘩も起こったりして結構大変でしたね。 YouTube で家族を晒すというのはやはり日本ではあまりいなくて、やっぱり石川県で僕の住んでいる町も田舎なので近所からの反感も食らうんですよ。それで結構家族に迷惑をかけた感じではありました。ちなみに僕は一度公職選挙法違反ということを動画で起こして、夕方6時の全国ニュースにも載りました。そのような辛い過去があります。そこから立ち直られたということで完全に更生いたしました。ご家族喧嘩とかトラブルとかそんなことってありますか？家族全員顔を隠してるんですけど、一度顔面のモザイクを間違えて僕が編集ミスで外してしまったことがあって、それで全国に家族の顔が晒された時はお母さんが発狂してしまって家から追い出されそうになりました。はい、それはそこからどうやって立ち直ったんですか？お母さんとは今は仲直りしましたけど、お母さんに将来タワーマンションを買ってあげると約束をして全て了承を得ました。私と高畑さんどちらと一緒に働きたいと思ったかと、はい、判断をいただけるとありがたいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。面接を終え社長に採用されたのはしゅんくんで、働いてくれますか？ありがとうございます。僕落ちたんですか？そうですね、僕たちはですね、最後の質問、幸せだったかどうかっていうところで、やっぱりね、このこれから、未来があるんだっていうところもあるんですけれども、幸せって求めるものではなくて、感じるものかなというふうに今考えているんですけども、はい、幸せだっていう人と一緒に働きたいなっていうのは、そういった実は思いもありまして、はい、今回そのしゅんくんを採用させていただくというような。ブルーハーツに憧れてしまいました。あとは少し、マナーといったところではあるんですけれども、携帯電話になった時はちょっと、と思いまして、ですいません笑っちゃいました。で、たまにあると思います。面接で出てもいいですよって言ったんですけど、いやいやそれ出るとは思ってなかったんですけど、出るんだって思いました。いやいや出てもいいですよっていうのは、いやいやっていう感じで、ご相談なんですけど、はい、僕どういう職業だったらいいと思います？どこでだったら働けると思いますか？ガチ相談ですか？ガチ相談です。僕ここ落ちたらもう銀行員になりたいんですよ。東京中央銀行で働きたいんですよ。テレビですね。どうすればいいと思います？どう思います？なんで銀行員になりたいなと思います？かっこいいからですかね。銀行員どの辺にかっこよさを感じて、
なんか人と人とのつながりと人にお金を貸すっていう、うん、なんか融資の営業をかっけなみたいな。うん、なるほどね。そうですね、まあ、確かにこう、銀行マンっていうのは会社の経営のお金っていうですね、非常に重要なところを社長と一緒にこう、まあ、相談してなんで、まあ、すごくまあその信頼されるっていうようなところは、重要かなというふうに思って、その真面目なところは、いいかなというふうに思いますし、でもあれですね、やっぱりこの、お会いしたらまあ真面目だなっていうようなところがあるんですけども、で、炎上、過去の炎上の履歴っていうのはやっぱり結構怖いですね。あの大きな企業になればなるほど。じゃあ僕がぶっちゃけ、じゃあ YouTube 明日なくなるとして、うんうん、無一文になったとします、うん、僕って就職できるんですか？ YouTube でこれだけの実績を残したっていうふうなことは、その経験とかで苦労ももちろん あったじゃないですか。でそこはね、本当経験で、普通の学生と比べたらもう断然欲しい人材ではあります。あの、はい、まあ、面接拒取ったりするのがちょっ とかはそれも慣れでいけると思うんですけど、僕もいろんなことに挑戦していって失敗もあるけれども、じゃあ失敗したのってやらなければよかったかっていうと、そうじゃなくて、失敗したことも、むしろ失敗したことが一番の経験になって、それがその自分を作っているわけなんですね。自分資産と人間関係資産って言って、で自分資産っていうのはこれ自分の経験とか能力ですとかスキルとかです。自分資産を増やしていくためにはこれ挑戦しないといけないんですよ。いろんなことに挑戦していって失敗もするかもしれないけども、それが自分資産として溜まっていく。で人間関係資産っていうのは、人からこうどんなふうに信頼されているかとかっていうもので、ドラクエで例えると死んでしまったらゴールド半分になるでしょ。なりますね、これ、うん、でもレベルって下がんないでしょ。レベル40からスタートしたら楽ちんでしょ。そうですね、うん、でこの人間関係資産っていうのはまあ仲間ですよ。あ、なるほど。蘇らせないといけないけれども、でも仲間が離れて一人になってしまうっていうわけではないので、いろんなものなくなったとしても、この自分資産、自分の能力を高めているかと、人間関係資産っていうようなことがあれば、いつでもやり直しは、効くんですね。だからその自分資産を磨くためには、自分がやったことないこととかに挑戦をしていくっていうようなことが大切なんですけども、スライムばっかり倒したらレベル上がらないでしょ。全滅するかもわからない強敵に挑むから経験値もつくっていうようなことなんで、社会にとって悪影響のあることをすると、これ人間関係者でその信用を失われるので、そこはまああんま やらないようにして、うん、でも、挑戦っていうのをどんどん続けていくと、いやこれ失っても別に俺やり直せるよっていうふうに感じると、今の不安っていうのはなくなるかなと。人間関係資産僕ないっすもん。だって家族とかそのウームの人とか、まあ、仕事かもしれないけど、別に、仕事の契約お金だけでつながってるわけではないでしょ。そうですね、うん、だからそういうところが信用で、うわなるほど。友達もそうですけどね。いやめっちゃ少ないっすよ。マジっすか？マジで少ないっす。真面目に動画見てて真面目にいい話じゃないかもしれない。ありがとうございます。ちょっとドラッグの話参考になりました。続きお互い頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで本日は面接ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。